そもそもここがさ、そうか、壊れるんだった、これ。壊れる場所と壊れない場所。見失わないようにしないとダメだ。これなんだ？スイッチか。映像が乱れております。セキュリティ部ログ2312。白身セキュリティ部。はい、どうも皆さん、こんにちは。シャオリンゴと言います。カトロボと続きいきましょう。よろしくお願いいたします。まあ、猫ちゃんがね、パワードスーツに乗って、いろいろ頑張る。まあ、通称ネコロイドバニアですが、なかなか敵が強くてびっくりです。じゃあ次のステージ行きましょう。まあ、前回ボス倒したんでね。次のエリアというか、同じエリアですが、続きですね。ミサイルはダンス式ではなくて、ミサイルじゃなくてごめんなさい。ロケットなんですけれども、ある程度撃つと熱量が溜まって、撃てなくなりますので、冷却されるのを待つっていう、なかなか熱いシステムです。よし。ちなみにジャンプもできるんですけど、まだ使いこなせないですね。使うような場所も出てきてないからいいかなと思いますが。ちなみに、ロボットのままで今は水の中に入れません。猫状態だと入れます。猫状態っていうのはこうやってね、どんな時でもできちゃうんですけれども、背丈が低くなるので、そういったところでね、移動的に有利になる面もあるしっていうところかな。まあ、メトロイド本家でもね、ゼロスーツサムスとかはあったけど、自由に着脱できるっていう感じは面白いなと思ってますね。はい、OK。ロケットは攻撃力もやはり高いです。敵が若干白黒でね、主人公と同じような感じだから、視認性がなかなかきついなと思う時もありますが、今のところそこまでね、ぶつかったりすることもないかな。こっち行けなかったんで、ルート変えてます。はい、そう、ジャンプできる関係もあるんですが、若干ロケット撃つと反動がありますね。はい、どうぞ。じゃあ上に行きましょうか。操作してる感はかなり好きですね、僕これ。割とスピーディーな頃のメトロイドっぽい感じがしていいなと思います。まあ、このゲーム独自のその、猫的な起動とかもあるんですけど、あれだね、メトロイドゼロミッションとかのね、すごい早かった頃のメトロイドっぽくて僕はかなり好きです。メトロイドって作品によって割とスピード感違ったりするんですけど、ふんわり系じゃなくてこれは、ザシュザシュってね、かなりいい感じに動いてた頃のアクティブなサムスさんを思い出していいなと思いますね。ちなみにどこ行こうかな。まあ、迷宮ですね。迷ってますが。でも行ってないとこちらほらあるな。行くか。一回戻り気味に行きますね。単純に上に上がるだけのルートだったか。倒します。おっと。一回戻ってきました。会話とかはできません。そもそもここがさ、そうか、壊れるんだった、これ。壊れる場所と壊れない場所。見失わないようにしないとダメだ。これなんだ？スイッチか。映像が乱れております。セキュリティ部ログ2312。白身セキュリティ部。博士が行かれちまった。施設の全スタッフを襲っている。あれに変えられた。あれ生きて帰れるかは不明だが、俺の心は常にアース2の海岸とともにある。通信を終了する。これはレコーダーの映像みたいなのか。もう一回見れる？いや、見えないか。地図的にはここです。じゃあ、下にね、いくつか見えてる範囲で行ってない部屋あるから、参りましょう。そうだ、こっちか。こっちは今行けるね。ミスとロケット手に入れた。
ごめんなさい、癖でミサイルって言っちゃうんですけど、まあそれはしょうがないかななんて思います。今後もよくあるとは思うんですけどね。じゃあこれはね、あのキャラクターのね背丈的に猫じゃないといけません。かつ水は猫でしか入りません。はい、これなんだ、カートリッジモジュール、なんと古めかしい。バークパレットアンチ、おお、はいはいはい。じゃあメニューからいきますよ。パレットです、デフォルト、ちょっと待ってね、ソフト、バーク、あーなるほど、了解、戻ります。まああのゲーム全体的な色合いを変えるっていうね、そういった機能です。よいしょ、おそらくいくつか種類あるのかなと思いますが、セーブポイント行くとスーツが戻ってきます。まあ元の場所にもあるんでそれ取ってもいいんですけど、ここは見たよな。うん、行ってない部屋が一つ、 OK、 かつ出て出て、何をしやがる。壊せる壁と壊せない壁を意識しよう。これは壊せます。お、なんか嫌な予感がするぞ。ね。でも押すんだよな。お、ネクサスにたどり着いた。はい。これ、初代メトロイドだとめちゃくちゃ長いロードがある、ただエリアの移動っぽいところを思い起こさせますが。はい、ダボの入り口を探すんだ。にゃーん、かわいいね。さあ、来ました。通信を終了する。また上行きたい場合は、このね、すごく大きいスイッチを踏めば OK か、OK かな。セーブを参ります。OK、今のところ、若干詰まったの最初だけでよかったな、今回。そんなこと言ってても大変なことになー。そっか、猫一撃なんだ。やばいな。まあそうだよね。スーツ着てないからね。本当にこれはゼロスーツサムスみたいなもんだと思った方がいいですね。やべえな。ちょっと行ってみるけど、特に、左にはなかったぞ。どうするべきか。まあ別にここが全てではないとは思うんだけどね。あれ？動かない。猫は、軽いからダメなのかな。反応してくれにゃいですね。いきます。うん、これもミサイルいいでしょう。こっちは猫で来るべきじゃなかったかな。大冒険ですね。まあしゃあない、一回戻します。こっちだけが行けるルートじゃないんで。あーっとごめんなさい。あーちょっと待って、ちょっと待って、やめろやめろもう。はい、行きます。じゃあ、右側、探索する。メインコンピューターか。いや、PC。PC 君怖いな。はい。はい、要点だけ言うわね。この幕が見えるかしらと。かわいい。うん。この幕は故障中って意味なの。すごくわかりやすい、あのグラフィックで説明してくれるいい PC ですね。アクアダクトが水浸しになっている。まずいわと。加熱は今も絶賛オーバーヒート中。換気システムが塞がっちゃってる。ひどいな、今。はい、めっちゃ笑顔ですけど、まあ、ラボへ通すわけにはいかないと。怒ってますね、はい。じゃあ、行きましょうか。まあ今3つあるトラブルを解決しましょうということで、かっこいいな今の。じゃあ行ける場所から行こうか。ん？あ？なんだ？敵か？あー、びっくりした。はい。猫がバトルスーツごと。にゃん。主人公は喋んないんだね。まあいいよ。今はヒュースが足りない。ほう。カートリッジか。
こいつ変えるかな。まあ協力してくれるらしいので、カートリッジっていうのを持ってきたら持ってきましょう。ここはなんか場所に出るか。まあいいや。あ、出てた。なんてことしやがる。こっちは猫でしか行けないかな。一度入りますよ。怖いなぁ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。猫でだっけ、猫で来たけれどもって感じ。あ、普通に行けますよ。ブロック壊せばよかったな。今のところそんなに苦労する敵もいないか。これ乗れんの？うおー、わかんねえ。うおーん、どうしよう。これは、あ、そうか、これ破壊できるから、こっちもいけるんだ、普通に。破壊できるブロックがどういうものかは覚えておいた方がいいですね、きっとね。そうそうそう。あー、痛い。では、ではでは、こっちに。で、水中は入れない。となると、こっちかな。そうだね、これは重さいるんだね、やっぱり。下へ回ります。やべ、セーブ踏んどいた方がよかった。水を抜くか。排水管は全部で3つ。ちょうどいいもんだぜ。通信を終了する。よし。あれは上行くためのやつですね。おー、ちょっと待ってくれ。ということは、今日はこれで行かないとダメか。かわいいな。かわいいけれども。Y でショットがあります。へぇー。この猫ちゃんすごいですね。何者なんでしょう。相当優秀なんだろうな。よいしょ。このね、上の物体を壊せるようなショットは持ち合わせていないはずです。A を押しても何も出ない。カエルが泳いでるよ。まあ今は扉越しに行くか。アウツ、しまった。このマシンはこのマシン特有の、なんだろうな、体力を持ってんのかな。左のやつはソナーみたいなもんだと思いますね。いわゆる敵を感知してなんかやるやつ。ぴょんって飛ぶんだ。これでも移動はできますけれども、降りましょう。じゃあ、体力回復兼ねてセーブ。システムをロード。水は入ってもいいけど、こっちから参りましょうか。マップを見ます。上に行けるね。帰りは。処理できるやつは処理しますが、気にしなくていいやつは気にしません。ロケット撃った反動で、こういった足場がね、細いところ落ちることがあるんです。ここはダメです。ダクトは3つ。行ける場所から。これはしょうがないから。猫モード。よいしょ。あ、ダメじゃん。ダメじゃん。どうするべきか。また行こうか。猫も。ちょっとね。X 猫モード。敵怖いね、敵怖いね。入れるところから参ります。敵に触れてはいけない、絶対に。ここで、またスーツ移動か。よくできたシステムだな。開けますよ。水は入れないんで注意しましょう。ここから、とりあえず、地上敵を倒して。お。雑魚か。いや、違う。お前はなんだ。おー、ちょっと。天井に気をつけるって話かな。ここ安全地帯と今は捉えていいでしょう。おっと、なんか危険な。ちょっと怖いな。
結構的確にこっち狙ってますけど、これは比較的安全かな。ただこれって、なんか、相殺してね？終わった？いや、違うか。これはね、まあ、下から上だといいんだけど、横から来られると若干怖いかな。テンション高えな。たまに相殺しちゃってんな、これ。ちょくちょくであいつに当たってない感がある、たまーにだ。まあいいわ、落ちた。これがなんだ、ダクトか？オッケー、排水管ですね。この猫ちゃんサイズのルームランナーか。なるほど。やりますか。行くよー。これだよね。これのことでしょ。あらららら、かわいいわ。これでいいんだ。はい、残り2つです。通信を終了する。ではでは。水なくなったね、確かに。で、移動できる範囲も増えました。セーブこっちにあったっけ？いや、マップ開きますか。まあ、下に行くのがいいかな。まあ、いますよ。で、ここが行けます、今日は。あ、重要だね、ヘルスキット。体力は結構テンポよく増えるんだな。こっちさっき行った場所を。となると。さあ、どこがいいか。となると、やっぱり一回戻った方がいいのか。アウス。何をする？はい、今、セーブだけさせてください。ここの水ってなんかあったよね、まず。こっち行くのはいいかな。っていうのは、このルート、あ、でも下が、これが、これって壊せます。ん？何これ？あ、すり抜けるかか。はいいんだけど、これはなんだ？これこっちからじゃダメっぽいですね。タイルがいて、戻って、ミサイル、あ、オッケー、上から破壊できるから、これで上と繋がった感じかな。繋がったか。下に降りていくとしてはどこを経由すべきか。ただ水が抜けたことで行けるエリア増えてるはずだから、次の糸口探すか。探索してんな、なかなかね。はい、です。そう、こうなるのか。オッケーオッケー。となれば、ここはさすがに壊せないよ。壊せるんだ。あれなんだ。あれは浮いてていいものか。そっかそっか。深く考えてはいけない。となれば、やはりこうか。猫モード。いててて。はい、いいんですよ。あらら、悲しい。ここ壊せないか。じゃあ、こっちか。透明パイプがあるね。マップ見ますけど、上も行けるルート。ただあまりお近づきになりたくはない。セーブポイント、お、これは。なんか来よった。なんだなんだ。なんでしょうね、口がでかいから、星のカービィのカインに似てるような、全然ダメージ受けてる時のだけのような、そんな敵ですけど。まあ、遠くからね、すぐに逃げられるようにしておけば OK でしょう。右下はいけないので、ここから行きます。まあ、そんなに強い敵じゃない。まあ、雑魚敵ですね。なんかまあ、あれだね、スーパードンキーコング2にこんな攻撃してくる破裂するハリスモンいたなぁなんて思いますけど。ちょっと待って、やばいやばい。あーなんてことをしやがる。しまったな、こっからか。え、ここどこ？結構戻ったぞ。やられたー、マジか。どうしようかな。
じゃあそこまで、さらっといきますね。カットします。はい、じゃあね、パパッと戻ってきました。走り抜けてしまおうか迷ってるんですけど、走り抜けてしまうか。倒せなくもないんですけど、ちょい硬いです。オッケー、じゃあ地上が見えたんで、一回乗りますが、猫モード。上かな？お、もっと上かな。じゃあ、あっちか。オッケー。よし。入れる場所に入りましょう。オッケー、スーツを手に入れた。おそらく、このモード移行したってことは、排水施設が近いかなと思いますけど。あー、ちょっと待って、やめて。ちょっとね、やめて。やめて。まずい。これはね、何かスイッチがあると思うんだけど、それらしいものがないぞ。気づいてないだけか。あ、もしくは、もう一回猫かな。ちょっと行きますね。いや、でもそんな感じもしない。これ帰り道だ、きっと。やっぱり違うか。上で。謎解いていく感じかな。よし、じゃあですね、少々途中なんですけど、今日ここで謎解きもいろいろやったんですが、終わりにしていきたいと思います。じゃあ、まだここでやることたくさんあるんですけど、まずは排水かな。1個やりましたが、残り2つと、まあ、あとはね、換気とか、あとはオーバーヒートしてるとこもありそうなので、そういったところも頑張っていきましょう。いい感じに迷うなと思います。今、アクアダクトってマップなんで、これ以降もね、続くとは思いますけど、カートリッジは1個か。今回はあんま装備増えなかったね。こう見るとなんか犬みたいにも見えなくもないけど、猫です。はい。じゃあ、このゲーム面白いなと思いました。難易度もね、結構高いというか、切り抜くと負けちゃうんですけど、まあでもそういった点もよくメトロイドバニアしてるなぁって思いました。前回も言ったんだけどね、すごく移動の速度とかが、ジャンプの感じとかが早めなんで、ポンポン結構いきます。メトロイドで言うとゼロミッションとかの割とテンポ早めのメトロイドに似てるかなと思いますから、そういった作品が好きな人はね、要チェックかなと思います。値段もかなり安いので、ぜひ触ってみるのがいいかなと思いました。じゃあそんな感じで今日は終わりにしていきましょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。この作品もね、また出るとは思いますので、ぜひ見てください。それじゃあお疲れ様でした。さよなら。